栗原副委員長。員長えー、皆さん、おはようございます。公明党広島県議会議員団の栗原俊二でございます。えー、早速、質問に入らせていただきます。えー、昨年、話題になった言葉に人生100年時代があります。えー、先日の本会議でも、えー、このことが取り上げられました。 英国のリンダ・グラットン氏が、長寿時代の生き方を説いた著書、ライフシフト、100年時代の人生戦略で提言した言葉であります。この言葉は、昨年から多くの場面で耳にするようになりました。内容を若干紹介しますと、私たちの人生はこれまでになく、長くなる、序章に書かれたこの一行が問題意識の根幹であります。 で2050年までに日本の100歳以上の人口は100万人を突破する見込みであり、2007年に日本で生まれた子どもの半分は107年以上生きることが予想されるというのです。でいわゆる100年ライフの到来でありますで。学び20年、働き40年、老後を過ごす20年という人生80年をベースにした旧来型の3ステージの人生ではなく、 マルチステージの人生を実践しなければ、100年ライフを充実できない、そのためには、一人一人の人生観を変える必要があり、企業など雇用主や社会と国家も、100年ライフを前提に大きく変わる必要がある。長寿化に備えるためには、人生の締めくくりの時期への準備をするだけでなく、人生全体を設計し直,設計し直さなくてはならないとあります。 これを踏まえ、政府は人生100年時代構想会議を設置をし、人生100年という視点から関係施策を見直すこととし、今年夏までに最終報告を策定する方針であると聞いております。人生全体を設計し直すためには、雇用や教育、社会保障などに新たな試みが必要になって,いるなってくることは必然であります。私ははこののの本本を読みまして県政運営の今後の基本は 人生100年時代のの対応であるこよように思うようにに思なりましたそこで、えー、人生100年というこの視点から、関係施策を見直すことを主眼に置いた、仮、え、称、ー、ではありますが、広島版、えー、人生100年時代構想会議を町内に設置をして、人生100年時代の到来に備える必要があると思いますが、知事のお考えをお聞かせください与崎知事。 まず、国におきまして、国の動向ですけれども、人生100年時代構想会議を設置をいたしまして、多様な人生の再設計を可能とする経済社会システムを作り上げるための政策のグランドデザインについて検討を進めておられます。こうした中、本件におきましても、教育に関する対抗において、生涯にわたって主体的に学び続け、 多様な人々と共同して新たな価値を創造できる人材を育成すべき人材として掲げ、乳幼児期から社会人までの一貫した人材育成に取り組んでいるところでございます。また、働き方改革につきましても重要施策として位置づけ、企業における多様な働き方の広がりを推進しているところでございます。さらにに健健康康広島21をははじめ健康福祉分野の各計画においては 健康寿命の延伸を総括目標として掲げて、各施策に取り組むこととしております。こうした本件の取り組みは、人生100年時代におけます経済社会システムの変化に対応し、また、国の検討の方向とも合致しているものと認識しております。国における改革は、未来を担う若手世代や、新たな活躍の場を求める人たちを後押しするものであり、本件といたしましても積極的に対応してまいりたいと考えております。 なお、人生100年時代に向けた施策の見直しや検討などを行う場のあり方につきましては、今後の国における基本構想等も踏まえ、検討してまいりたいと考えております委員長。みず、えー、ら変化を受け入れ、備える人は別として、えー、変化に必要な資源を持たない層を支えることが、県には求められていると思います。 どこよりも早く人生100年時代の到来に備える広島県であってほしいこのように思いますどうかよろしくお願いいたします続きまして子どもの未来を応援する施策の充実についてお伺いをいたします未来を担いゆく子どもたちを社会にとって宝の存在との認識を社会全体で共有するとともに社会全体で子ども自身の育つ力を応援し 子どもが夢と希望を持ち続けられる社会を構築しよう、これ、我が会派では一貫してこう訴えてまいりました。でこの度の新年度予算案では、主要施策の第一に、すべての子どもが夢を育むことができる社会づくりが掲げられており、我が会派の主張が反映されたものと評価をしております。私,が私は来年度が、子どもの未来応援施策充実のスタート年であると期待をしております。 そうした観点から本日も施策提案や県の認識などを伺いますのでどうぞよろしくお願いいたします先月子どもの貧困解消に取り組む沖縄県の状況を会派で視察に行ってまいりました沖縄県では2015年度に行った調査で子どもの相対的貧困率が29.9%全国調査の約2倍の状態であったため早速2016年3月に 子どものライフステージに沿った切れ目のない総合的な支援を行うための沖縄県子どもの貧困対策計画を策定し同時に子どもの貧困対策に資する事業を実施するため沖縄県子どもの貧困対策推進基金を設置いたしましたで基金とは別に企業や県民の寄付を財源として行政で実施困難な事業や民間企業と連携した取り組みも併せて行われております 大阪府ででも同様の取り組みが始ままるようであります来年度、民間からの寄付金を活用した子ども輝く未来基金を創設し、ひとり親家庭の中高生を対象に、返還不要の奨学金の支給、児童養護施設出身で大学進学を希望する子どもの学費支援などを行うそうであります。で今後、企業が使用できるロゴマークの作成や、寄付、えー、企業の表彰、 ホーームページでの紹介子どもの未来を社会全体で応援しようとする、この機運醸成のためにも、有意義な取り組みであるというふうに思います。えそこで、えー、広島県においても、こうした民間資金を活用した、えー、箇所え、子どもの未来応援基金を創設してはどうかと思いますが、知事のご所見をお伺いいたします。す与崎知事 子どもの貧困は子どもの生活や成長に大きな影響を及ぼすだけでなく、貧困が世代を超えて連鎖すれば、格差が固定化し、社会の活力の低下にもつながることから、社会全体が貧困の世代間連鎖を断ち切ることの重要性を理解することが必要であると考えております。このため、県といたしましては、来年度、市長や経済、労働、福祉、教育等の幅広い関係団体と一体になったオール広島県で、 子どもの貧困の連鎖の防止に取り組む体制を構築するとともに今後県として取り組むべき総合的な支援策について検討実施することとしておりますこうした子どもの未来を応援する取り組みを実施するにあたりましては財源の確保も重要な課題と認識しておりまして今後の施策の検討に合わせ民間資金の活用も含めた必要な財源の確保策につきましても検討してまいりたいと考えております 栗原副委員長ありがとうございました。続いて、就学援助制度についてなんですけれども、経済的に苦しい世帯に対して、義務教育にかかる費用負担を軽減する就学援助につきまして、今春から入学前支給に踏み切る自治体が大幅に増えております。これまでは小学校入学前の支給は国の補助を受けられず、 自治体負担で実施してまいりましたが、公明党の提案によりまして、国の補助金交付要項が改正され、今年度から補助の対象に加わりました。入学前支給が実施されれば、入学準備に必要なランドセル、通学用の服や靴、上履き、帽子などの費用に充てることができるようになり、対象世帯にとっては一時的な出費を抑えることができます。 そこで広島県内の市長における就学援助の入学前支給の実施状況と、今後の県としての取り組みを教育長にお伺いいたします教育長本,本県の就学費援助の小学校入学前支給の実施状況につきましては、 平成30年度に入学する児童から支給する市長が9市長、平成31年度に入学する児童から実施する予定の市長が8市長、実施を検討中の市長が5市長でございます。県教育委員会といたしましては、就学援助は援助を必要とする時期に速やかに支給されることが重要であると考えておりまして、 早期に実施していただくよう市長教育委員教区長会議や主要施策説明会等のさまざまな機会を捉えまして働きかけてまいります。委員長、堀原副委員長、えー、せっかくの制度改善、えー、改善がですね活用されないのでは意味がありません、えー。市長の取り組みをぜひ促していただきますよう強く要望しておきたいと思います。で入学準備に必要な金額についてある調査によりますと。 最低でも小学生の場合が6万3300円、中学生の場合が8万3300円が必要だそうです。現在、国が支給する就学援助の新入学用品購入費は、全国一律、小学生で4万600円、中学生は4万7400円となっております。この制度を利用しても、保護者負担はそれぞれ2万2700円、3万5900円となります。 残る保護者負担も何とかしてあげられないものかともどかしい思いが募ります。私はこうしたことを解消するためにも、先ほど申し上げましたけれども、県独自の基金を創設をして、柔軟かつ有効な活用ができればというふうに考えております。経済的な事情で必要な学用品を揃えられないまま、入学する子どもがいなくなるように、一日も早く就学援助の入学前支給が全市長で実施されること、そして基金創設で、 さらなる応援体制を構築できるようよろしくお願いいたします沖縄県では大学などへの進学を目指す経済的に厳しい世帯の高校2年生3年生を対象に県が学学習塾の授業料などを全学支給をする無料塾を実施しております初年度の2014年は那覇の一教室からスタートし 受講,生受講者は21人、以降、徐々に事業,事業が拡大されまして、今年度は県内10か所に教室を増やし、270人となっております。昨年度は支援生徒65人のうち、大学受験者が54人、合格者が46人、合格率が85.1%です。一昨年は81.3%でありまして、一定の成果を上げているというふうに思いました。 この授業を受託した予備校では、一般生徒とは別に無料塾専門のクラスを作って指導しており、子育て支援クラス、いわゆる KS クラスといいます。KS クラスの生徒は、家に自分の部屋がない、クーラーがないとの理由から、学校が終わった,終わったらまっすぐ自習室に来て、22時ごろまで自習する子も少なくないそうで、非常に勉強熱心であります。県が無料塾を設置すれば 通常クラスの生徒や保護者から不満が出ないか、このような質問を疑問をぶつけたところ、担当者の方は、当初はそういう懸念もあったと前置きした上で、これだけ大勢の学生が塾や予備校に通っている現在、貧困によってそこに通えないということは、教育の機会が均等ではないということです。県が貧困の連鎖を断ち切るために、意欲ある子どもを予備校に通わせることは正当だと思う。 少なくとも私はそう考えて、この事業を進めていますとおっしゃっておりました。新年度予算案では、学びのセーフティーネットを構築事業として、学校教育を中心にさまざまな取り組みが計画されております。まずは学校教育の中で、子どもが進む進路に必要な学力をつけることは大変重要ですけれども、加えて、無料塾のような取り組みが広島県にもあれば、 貧困の世代関連差を断ち切ることができるのではないかというふうに思いますけれども、知事のご所見をお伺いいたします与崎知事。次世代を担うすべての子どもたちが、夢を希望を持って学び、一人一人が持っている能力を最大限伸ばし、希望する進路を実現できるようにすることが重要であると考えております。しかしながら、平成28年度卒業生の大学等への進学率は、 広島県全体で72.5%であるのに対し、生活保護世帯では34.8%と大きなギャップが生じております。このギャップにつきましては、家庭の経済力が厳しいことにより、その学習環境が整っていないことが要因の一つであり、この状態が続けば、貧困の連鎖につながりかねないと考えております。このののため大学学などへへ進学を目指す経済的に厳しい世帯の 生徒への取り組みにつきましては、来年度設置いたします有識者による検討委員会において、他の施策と合わせて検討してまいりたいと考えております栗原副委員長。え続いて、広島県が昨年実施いたしました、えー、子どもの生活に関する実態調査結果あですけれども、4分の1の世帯が生活が困難な状態にあることが判明をし、大きな衝撃を与えました。 今後調査結果を踏まえた支援策や新たな制度創設が講じられるものと期待をしております一般市民はもとより我々議員や行政関係者の中にも子どもの貧困に対する認識が必ずしも共有されていない現状におきまして実際に貧困が存在することが数値で示された意義は非常に大きいと思っております県が覚悟を決めてこのリアルな困窮状態や 生活実態をををを把握ししよううとといいい意識を持ったたことを私は大いに評価をいたしますそこでお願いしたいのは、今後も調査を継続し、子どもたちの生活実態を把握し続けることです。子どもの貧困の実態や、子どもの貧困に関する施策の実施状況と効果を適切に把握し、PDCA サイクルを回すためには、調査研究を継続的に実施すべきと考えますが、 健康福祉局長。の見解をお伺いいたします健康福祉局長今年度実施いたしました子どもの生活に関する実態調査につきましては、小学5年生および中学2年生とその保護者を対象に実施したところであり、 多くの県民の皆様や調査票の配布および回収をいただきました学校のご理解とご協力を得て実現できたものでございます。この調査結果等を踏まえまして、来年度から具体的な施策に取り組むこととしており、個々の事業につきましては、PDCA サイクルを回しながら、その効果を検証する必要があると考えております。今後の実態調査につきましては、子どもたちの生活実態に変化が生じるまでには、一定程度の期間を要すると考えられること。 また調査の対象となる県民の皆様や学校の負担も大きいことから、その実施時期や方法について、今後、検討してまいりたいと考えております委員長。沖縄県ではこの調査、あ継続的に行うことをも決めておりまして、えー、ずっと行っていくというふうに言われておりました、ぜひ広島県もこうしたことに対して、継続的に取り組んでいただきますよう、要望しておきたいと思います。 続きまして、仕事と子育てを両立できる環境整備についてお伺いいたします。学童保育は、女性の就業率向上などから利用希望者が増加傾向にあります。待,待機児童の問題は、小学生を保護放課後に預かる放課後児童クラブでも顕著になっております。昨年5月時点で、広島県の学童保育の施設は653箇所。 登録児童数は2万7645人、希望しても利用できない待機児童は398人であります。いわゆる小一,の小一の壁問題があります。共働きや一人親世帯において、子どもの小学校入学を機に、親の退社時間まで子どもを預ける施設が見つからないなどの事情により、仕事と育児の両立が難しくなることを言います。また子どもが小学生になると 職場の育児育児短時間勤務制度が適用されなくなることや親の参加すべき学校行事が増加するなどによってさらに負担が増えるという問題もありますこの点企業側の理解と協力が欠かせません短時間勤務制度の拡充をはじめテレワークなど在宅勤務の推進や 勤務時間を弾力的に設定できるフレックスタイムの普及など、柔軟な働き方の実現が一層求められております。そこで、県内企業への柔軟な働き方促進の取り組みなど、仕事と子育て,子育てを両立できる環境整備についての県のお考えを、商工労働局長にお伺いいたします。商工労働局長 仕事と子育てを両立することができる職場環境の整備に向けましては各企業がその重要性を認識し自,自社の課題に応じて行動していくことが必要であると考えておりますこのため長時間労働の削減や休暇取得の促進多様な働き方が可能になる制度の導入など企業の働き方改革をさまざまな取り組みで後押ししているところでございます 具体的には、働き方改革、女性活躍の有料事例の収集や、ヒント広島を活用した情報発信外、外部専門家によるアドバイスと、企業の状況に応じた個別支援、奨励金の支給による男性の育児休業の取得促進などに取り組んでおります。来年度はこうした取り組みに加えまして、経済団体や専門家と連携した経営者への働きかけの強化、 仕事と家庭の両立や育スの普及に向けた全国フォーラムの開催などにより、男女が共に生き生きと活躍することのできる職場環境づくりを目指してまいります。えっと、栗原副委員長。 時間が残り少なくなりましたので、えー、最後に1点、要望を申し上げておきたいと思います。えー、これは、一人親の婚姻歴による不公平の解消についてであります。えー、国は来年度から、婚姻歴のある一人親が、税法上の所得控除を受けられる、家父控除を未婚の一人親にも適用されるものと見なして、保育料などを算出するみなし適用を実施する,施することとしました。 これは社会状況の変化も踏まえまして、公明党が推進してきたものでありますけれども、家父控除は婚姻関係のある配偶者と死別、あるいは離婚した一人親が対象で、適用されれば所得税や住民税が低く抑えられるほか、控除後の税額をもとに算出する保育料なども減額される場合があります。しかし、さまざまな事情で結婚せずに一人親となった母親や父親には、家父控除が適用されておりません。 一人親になった原因に関係なく、安心して子どもが保育などのサービスを受けられる環境整備は大変重要であります。この度の国の決定を受けまして、みなし適用が円滑に実施できるよう、市長に徹底していただきますよう、要望して、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました